どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、パパテラです。今回は11月の30日木曜日、アップデートリーク情報まとめです。まず期間なんですけれども、普段はクイックアップデートという木曜日のアップデート1週間なんですが、これリーク通りであれば、まあ、11月の30日から12月の11日まで、まあ、要するに日本時間で言うと12月の12日、18時頃までっていう計算になるでしょうか。それぐらいの期間と予測されています。これが何を意味するか、以前にも GTA プラスの期間が、まあ、12月の12日までということで、じゃあこの時に大型アップデートもしくは中型のアップデート来るんじゃないかっていうふうに予測されていますし、まあ、新作の GTA 6の発表がもう12月の1日からね、ずっと警戒しながら、まあ、8日あたりじゃないかとか、まあ、12日じゃないかとかいろいろ言われていますけれども、まあそういう感じで12月はね、何かしら大きな発表プラスアップデート来ると予測されています。で、今週の、まずアップデートで、来るものですね、リーク情報としてはまずですね、このアベンジャー、これの新しいボディーペイント、まあ隠されたボディーペイントが、解除されるとされていて、まあギャラクシーっていうね、まあ宇宙をイメージした、まあ紫と黒みたいな感じなんですけども、それがね、解除されると言われています。なので、まあログインした時にね、ゲットできてるか確認はした方がいいと思います。まあ今のところね、このね、ドラドラとかね、結構ね奇抜な感じだったりとか、サンタカプラとかも持っている人も一部いると思います。で、それ以外ですね、プロジェクトオーバースロー、これ何なの、報酬2倍ということなんですけれども、例えばですね、今これ格納庫の中にアベンジャー入っています。以前は施設の中にしか、アベンジャー入れることできませんでしたが、現在は格納庫にも入って、格納庫でカスタムもできると。しかもですね、このアベンジャー、まあ、6月のアップデートによっていろいろね、ミッションこの中から開始ができるようになりました。まあ建物の中にいると無理なんですけど、一回外に出たりとかして、で、この後ろにね、例えば右重機長押しで入っていきます。するとミッションができます。で、そのミッションの中で、特定のものをね、やると、まあ、雷獣の割引にもつながるというミッションなんですけども、まずこれ、ここですね、ここの左側のやつですね、これがプロジェクトオーバースローと言われていて、これが報酬、2倍でくると。これなかなか面白いんで、ぜひね、アベンジャーもし持ってたらこれチャレンジしてほしいです。特に3つ目だったかな、まあ、この辺とかも雷獣割引に関わってくるんだったと思いますので、いろんな攻略法があります。敵のね AI NPC ですから、ちょっとおバカな動きをしますので、それをうまくね利用して攻略するなどいろいろあります。まあ、それ以外にもメリーウェザーと戦うというね内容になってます。なかなか面白いです。そして、まあ、LSA オペレーションは、まあ、ちょっとしたねお金稼ぎになってますけども、これなかなか実は高かったりするんですね。通常でもね、こうやって6万とか出てますから、まあ、こういったものが今後ね、報酬アップできたらいいなぐらいに思ってください。で、こちらオーバースローですね。これがね、間違いなく報酬2倍でいきます。そして、敵対モード、相撲っていうのが、報酬アップできます。じゃあ割引、何がね、リークされてるのかというと、やはり今、アベンジャーが、報酬アップになってますから、格納庫が来るよというふうに言われています。格納庫というのはマップ上に、全部で5箇所ですね。まあ南にするのか北にするのかなんですが、安いのは南です。しかし南に買うメリットっていうのは相当大きいね、航空機を持ってるよっていう人がまあ南に買うっていう感じで、まあ格納しやすいっていうぐらい、もしくはまあここをね安く済ませたいよっていう部分だと思うんですね。で、120とか150とかなんですけれども、まあこれがね 40% 引き、そしてカスタムも 40% 引き来るとされていますので、できればこっちに買った方がいいと思います。で、これすごく高いものもあります。例えばね、この軍事基地っていうのはメリットあって、ここに購入すると、ここ普段ね入るとまあ手配で4とかつくと思うんですけど、格納庫持ってる人はもう手配でつかなくなります。なのでもうメリットは大きいです。ただすごい差があるんです。200万とか、
こっち325万とかすごい高いんですけど、確か一番ね、西側、これが、比較的この中では安くていいかなと思います。なので無理にこの高いの買う必要ありませんし、まあ別にこっちでもいいと思うんですけど、まあ、格納庫買うならまあ基地内に買った方がいいかなっていう感じはしてます。で、カスタムですね、最初はね何もつけなくてもいいと思うんですが、今回カスタム自体が割引多分来ると思いますので、来るとしたらですね、まあ格納庫を持っていてのメリットというか、まあ航空機をねカスタムするっていう部分が大きいと思いますので、ワークショップね、これも多分ね割引かかってくると思います。まあ普段は115万とめちゃくちゃ高いんですけど、これが多分ね 40% 引きで50万ぐらいになってくると思うので、60万ぐらいとかになると思うので、まあこれだけつけるぐらいで、あとはまあ居住スペースはね出現位置がまあ楽になるんで、 40% 引きだとまあ20万切るんで、まあ、15万とか14万とかになると思いますので、まあ、これ2つぐらいですかね、下の2つぐらいをつけられたらいいなぐらいに思って、実は上のね、4つぐらいはもう全部デザインです。これまあ雰囲気めちゃくちゃ変わるんですけど、まあ、これ正直いらないかなと思いますので、お金に余裕があったりとか前からカスタムしたかったよっていう人が、まあこういったねカスタムが割引の時にやるといいのかなと思います。まあ本当にこういうのもデザインですね、本当にもう見た目もなんで できればね下の2つをちょっと検討してみて、40% 引きなのでまあ250万以内ぐらいで収まってくるんじゃないかなと思います。で格納庫持ってると、実はまあ航空機をカスタムできる以外にも、ビジネスあるんです、いろいろ。でそのビジネスをね、やるにあたって今まではですね、格納庫のビジネスって正直稼げないとも言われていましたけれども、基礎報酬が3倍にアップされ、今週のアップデートで、まあ、格納庫のビジネスが報酬アップとはリークされていないと思いますけれども、まあ、今後ね、来る可能性あります。で、格納庫のビジネスの在庫を貯める方法が、まあ、ちょっと一部トリックにはなると思うんですけど、ものすごく簡単にずっと永遠とね、集めることができちゃったりしている現状ありますので、まあそれでね在庫を貯めておくっていうのもありですね。まあ今のとこね、50個、貯められるうちの2個ってなってますけれども、すごくねあの報酬アップが来た時に売却するとですね、だいたい400万から、まあ、600万近くにねなったりするんですよ、一撃で。でその在庫を貯める時間が、最短で45分ぐらい、ちょっとトリックを使うとですね、なんてこともあるんで、まあ格納庫持っててちょこちょこね、集めとくっていうのもありかなと思います。じゃあそのトリックどうやってやんのっていうのをね説明しながら、今週の割引のね、まあリークちょっとね、見せていきたいと思います。まず、サイクロン、まあ電気自動車ですね。それからエナス、スタッフォード、そしてコケット D10。まあ、コケット D10 は、まあ、人気ありますよね。ビセリス。なかなかいい車両、おしゃれな車両、来てますね。来る予定ですね。30% 引きで、イクリプス、ペントハウスになるのかな？あとガレージなどですね。それから、アニス 300R。そして LM87、ビジョーネ。そして、マンモスストリーマー、航空機ですね。デベステ8も割引になるとされているし、ブラバドバッファロー EVX が来るとも言われています。ではこれですね、ルースター。実はルースターって今までいなかったんですけど、今年の6月ぐらいに彼は、ここにいるようになり、自動でね在庫を持ってきてくれると。なのでまあ出現位置とかを、まあ、格納庫でもいいし格納庫の外でもいいんですけど設定しておきます。でコスチューム一度変更してセーブをかける。彼に話しかけてお金を払う。2万5000払うと持ってきてくれます。お願いしたら普段は、まあ、しばらく48分ぐらいはね来ないはずなんですが、なんと GT アプリを再起動して、でもう一度オンラインに入ります。すると外に出た時に彼がなんと在庫を持ってきてくれる。しかもまた格納庫に入るとまたルースターが待ってくれているっていうね、まあちょっとしたトリックが、まあ多分現状もできているかなって確認も含めてちょっと今やってますけれども、
大体ですね、これ、まあ、PS5 の場合、90秒ぐらいでオンライン多分入れると思うんですよ。まあ、長くても90秒ぐらい。招待限定セッションなんてね。まあ、これを繰り返して、まあ、50箱分ですね、集めることで、まあ、大体、まあ、90秒かかんない時もありますので、また2箱とかね、持ってきてくれる時もありますので、それ含めて、大体45分から50分ぐらいで在庫満タンになりますよ。で、それが報酬アップの期間になると、まあ、500万超えになるよ、ということで、まあ、招待限定セッションでね、こそこそって売るなら400万ぐらいだと思うんですけど、まあ、ちょっとリスクありますけど、公開セッションとかで売ると、まあ、500、600万ぐらいになったりするよ、っていう感じになりますので、なかなか稼げる可能性、ありますので、まあ、ちょっとね、大型アップデートとか、中型アップデートが、冬のアップデートね、来る、までに、なんかね、貯めておくのもありかな、と思います。そんな難しくありません。まあ、そもそものね、調達の仕方。普通に陸路とかね、外とかいろいろあるんですか。あ、2箱ですね。ルースター、優秀。2箱、宝石持ってきました。ありがてえ。で、中に入ると、普通は、持ってきてくれたら、彼いなくなるんですよ。まあ、たまにいなくなっちゃうときあるんですけど、これいなくなってないはずなんですよ。ここで、連続して出たら、もうラッキーです。あ、いますね。あー、ルースター。あー、彼はお利口だ。これ、現状できちゃうので、まあ、多分、今日のアップデート来ても多分できるとは思いますので、まあ、こういった感じで、話しかけて、もうひたすら在庫集めといて、この報酬アップの売却がね、来た瞬間に、ドカンと売る。これで、中型、大型アップデートに向けて、お金を貯めるのも、いかがでしょうか。というわけで、今回は、11月30日のクイックアップデートのリーク情報をまとめ、そして、12月の12日、何かが来る。大型なのか、中型なのか、そして GTA6 情報なのか、GTA6 はそれよりも早く来ちゃうのか、というところでね、今回の動画終わりにしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録と高評価ボタン、よろしくお願いします。